松輸送は、大東亜戦争中の1944年前半に、日本軍が行った中部太平洋方面への増援部隊輸送作戦である。絶対国防圏と位置づけられたマリアナ諸島などの守備隊を強化するため、満州などから転用された地上部隊や軍事物資が、松船団と総称される11回の護送船団で運ばれた。アメリカ海軍は、 潜水艦で妨害を試みたが、日本側の損害は少なく一応の成功を収めた。松輸送で運ばれた部隊が、サイパンの戦いやペリリューの戦いで、日本軍守備隊の主力となった。トラック島空襲で攻撃を受けつつある停泊中の日本船舶。アメリカ軍の対日反抗作戦の進行経過。大東亜戦争の戦局が次第に不利になった日本は、 1943年9月に絶対国防圏と称する防衛線を設定し戦線の縮小を図る方針を決めた。絶対国防圏を守備する地上部隊を運ぶため、商船25万総トンが新たに軍用輸送船として徴用された。ところが日本海軍は絶対国防圏外であるマーシャル諸島海域での艦隊決戦構想にこだわり、 ラバウルなど、絶対国防圏外の拠点の守備強化を優先した。その結果、25万トンの新基調用輸送船も、本来の目的以外に多くを消耗してしまった。絶対国防圏の防備の手薄さは、揚撃船ではなく、遭遇船と自重されるほどであった。1944年2月17から18日、ようやく絶対国防圏外への海軍。 根拠地トラック島への第52師団輸送が始まったところでトラック島空襲を受け同島は壊滅的な打撃を被ったトラック島空襲では輸送船20万相トンが一挙に失われ輸送中の第52師団第,第2陣も壊没したトラック島空襲に続く2月23日のマリアナ諸島空襲エニウェトク陥落と 中部太平洋方面でのアメリカ軍の急速な進行を迎えた日本の大本営は絶対国防圏をマリアナ諸島イコール中西部カロリン諸島の線まで後退させる新戦略を決めた日本海軍もトラックシマコン拠地の壊滅を見てようやくマリアナ諸島での決戦に方針を変えた日本陸軍は中部太平洋を担当する 第31軍を新設し、すでに派遣内定していた第14師団、第29師団に加え、関東軍などからさらに多数の部隊を抽出して、増援に送ることを決めた。増援用の輸送船確保のため、2月から4月まで、毎月10万相当の商船追加徴用も決定された。増援部隊派遣が決まったといっても、 実際の海上輸送は容易な情勢ではなかった。マリアナ諸島を次の攻略目標と決めたアメリカ軍は、日本近海からマリアナ諸島周辺に潜水艦を展開させ、日本の造園輸送を妨害しようとしていた。アメリカ潜水艦は、1943年末頃から、魚雷の性能が改善され、ウルフパックを組んだ。 集団戦術を用いるなど攻撃力が高まりつつあった。マリアナ諸島に向けて出航した第29、師団乗船の船団は、2月29日から3月1日にかけて潜水艦攻撃を受け、テニアン島域の先止まるが沈没、不評第18年隊長以下2317人、戦死570人重傷の大損害を受けていた。なお、 この先止まる船団を松輸送の一部と解説する文献もあるが、戦士総書や大谷厚氏の回顧録では、松輸送に含んでおらず、松船団としての番号がなく、時期的にも講述する3月3日の松、輸送実施命令より早い。1944年3月3日、軍令部総長の島田茂太郎大将は、大川小四郎会場護衛総司令部司令長官。 および小賀峰一連合艦隊司令長官に対し、松1号から松4号までの船団衛を発令した。3月22日付の大会指百357号と5月6日付の大会指百376号により、松5号から松8号船団が追加されている。松輸送という作戦名は、 小築梅にちなんで命名されたもので、同時期の西部ニューギニア方面への増援部隊輸送作戦については、竹輸送の作戦名が当てられている。加えて、同盟国ドイツからの封鎖突破戦の成功に、あやかった命名にもなっていた。この種の純然たる、作戦輸送は従来は、連合艦隊の管轄であったが、 松輸送については通商保護を専門とする新設の海上護衛送司令部が管轄することになった。3月7日、海上護衛送司令部は大会指台346号を踏まえて松輸送を2種の航路で運航する命令を発した。マリアナ諸島及びカロリーン諸島東部への増援については東京湾からトラック島に至る太平洋航路。 カロリン諸島西部への増援については、文字から台湾経由で、パラオに至る航路を利用するものとし、前者を東松戦団、後者を西松戦団と呼ぶことになった。そして、東松船団の護衛は、横須賀鎮守府、西松戦団の護衛は、第1海上護衛隊の担当とされた。海上護衛総司令部は、第901航空隊の一部を、 横須賀鎮守府の指揮下に入れるなど、護衛戦力の再配置を実施したほか、連合艦隊からも多数の戦力が応援として加わることになった。連合艦隊は、海上護衛総司令部への護衛協力には消極的であったが、松輸送は決戦準備の作戦輸送ということで、積極的に取り組んだ。3月中に連合艦隊から、 海上護衛総司令部の指揮下に移された艦艇は、軽巡洋艦1隻、駆逐艦10隻、解剖艦3隻、その他3隻に上った。東松船団の運航に関しては、日本では、異例の大規模な護送船団の編成が行われる、ことになった。運航効率より、護衛兵力の集中を重視した、大船団主義の採用は、 海上護衛総司令部で以前から検討されていたが、連合艦隊の護衛戦力融通や、同年2月の非40戦団壊滅の戦訓により、実現に至ったのである。大規模戦団を運用するには、海上護衛総司令部手持ちの高級指揮官人材が、不足したため、4月1日に、少々級の人材をストックする、特設護衛戦団司令部制度が創設されたほか、 連合艦隊も第11水雷戦隊司令部を機関の慶順立つ他ごと提供した。主要な輸送対象部隊は陸軍の第14師団と第43師団の各主力第35師団の第1次輸送部隊、ロゴ演習の一組名で関東軍、朝鮮軍の諸部隊から抽出された第1派遣隊、第8派遣隊、戦車第9連隊などであった。 第29師団の輸送船沈没時に、師団長が同行しておらず混乱を生じた教訓から、非常時に備えて、各部隊指揮官も空路は使わず、回路で同行するものと定められた。多量の弾薬や食料、セメントなどの追記資材も同時に運ばれた。海軍も、沿岸砲や放射砲を装備した、陸戦隊や飛行場。 陣地建設用の海軍設営隊、基地航空隊の地上要員などを輸送した。なお、キロでは、日本本土へ避難する、民間人も多く便乗している。上記の陸軍部隊の派遣に関し、東条秀樹陸軍大臣県参道総長は、情勢を見て輸送船に一隻ごとに慎重な判断をし、不可能と見れば、直ちに中止すると言明していた。これは、 参謀本部主導の陸軍部隊追加派遣に、大使陸軍省側は、手遅れで危険だと、反対していたため、双方に配慮した方針だった。東松1号船団東松輸送の第一陣となる、東松1号船団は、大会指第346号による松輸送の、発令前に編成された船団で、当初は、第3301船団の名で呼ばれた。 後船団と、おつ船団の二個定団に分かれており、前者は、基準速力10ノットの輸送船3隻と護衛艦3隻。後者はより低速の8ノット級輸送船3隻と、護衛艦3隻の編成であった。輸送船は、ほとんどが、海軍徴用船である。第3301船団は3月4日に、父島に寄ったところで、松船団の指定を受けた。 先発の高戦団は3月5日に父島を出港し、12日にサイパンに到着した。後発のオツ船団は3月7日に父島を出港し、14日にトラック島へ到着した。いずれも損害はなかった。東松2号船団末2号船団機関を務めた、ケイジュンタツ立田。立田と国高丸を撃沈したアメリカ潜水艦サンドランス。 二回目の東松輸送である東松二号船団は、第31軍司令部や派遣隊多数を含む重要船団で、当初から松船団として運航された。加入輸送船は12隻、直江は、乙直接護衛部隊の9隻で、軽巡立つ他を機関とし、駆逐艦4隻を含む強力な陣用だった。さらに、全路紹介のために水雷艇1隻、総海艇2隻、 漁船7隻も協力した。船団速力は8.5ノットである。船団の重要性に鑑み、航空支援を担当する松2号特別紹介飛行隊が、第901航空隊と第903航空隊から修正された。同飛行隊は、海上護衛総司令部参謀副長の島本、九五郎少将の指導のもと、 戦団の行動に合わせて洋島やサイパン島などの陸上基地に進出し、対戦紹介に当たることになった。3月9日に東京湾に集結した戦団は横須賀で戦団会議を開き、翌10日は湾内での訓練に当てた後、出港を1日延期して12日未明に木更津沖病地を出撃した。ところが出港翌日の13日午前3時頃、 八丈島西南西 74km 付近で、船団はアメリカの潜水艦サンドランスから発見された。当時、風速10メートル前後の強風と波浪のため海上は、視界不良で、日本側は奇襲攻撃を許してしまった。サンドランスの放った魚雷は、期間立つたと、船団運航式艦上船の国高丸に、相次いで命中し、いずれも沈没した。 サンドランスはさらに一隻の輸送戦撃沈を報じているが、日本側に該当記録はない。タツタの第11水雷戦隊司令部は駆逐艦のわけに異常して指揮を継続したが、国、高丸の運航指揮官、今野信夫大佐は体感せずに戦死した。その後は敵潜水艦らしきものを爆雷で制圧しつつ、 安全に航行し、18日にパガン島行きの高岡丸を分離、19日にサイパンへと入港した。カロリン諸島のエンダービー島やトラック島へ向かう船は、船団を離れて、第二海上護衛隊の指揮下で航海を続け、無事に目的地へ部隊を揚陸した。復興船団は、3月20日の命令で輸送船14隻と、護衛艦7隻により編成された。 24日にサイパンを出港し、運送艦宗谷が故障で離脱したほか、4月1日に無事に東京湾に到着した。東松3号特船団東松3号特船団は、海軍徴用の優秀輸送船3隻と護衛の第31駆逐隊で構成された。本船団は、海上護衛総司令部の命令で、他の船団から独立して運航されることになった。 ものであった。3月20日に第31駆逐隊指令の指揮で立山湾を出撃し25日にサイパン行きの貨物船山陽丸を分離29日にトラック島へ到着した。トラック在泊中は B-24 爆撃機により連日の爆撃を受けたが特に被害はなかった。袋はトラックサイパン館は第4401船団。 サイパーニコール横浜間では、第四千四百七船団と呼称され、四月十二日に横浜に帰着した。東松3号船団東松3号船団は8、ノットの低速船団で、海軍徴用船を中心とした、輸送船12隻と護衛艦10隻で編成された。護衛部隊は巡、軽順、夕張を機関とする、第一特設船団司令部が指揮し、今回も、 駆逐艦3隻、解剖艦2隻など強力であった。3月22日に、船団は東京湾から出港、28日にパラオ行き船団6隻を分離し、船団本体は30日にサイパンへ到着した。この間、25日に護衛の第54号億船艇がアメリカの潜水艦、ポラックの来撃によって撃沈されたが、輸送船に、 被害はなかった。パラオ行き船団は、アメリカ海軍第58任務部隊による、パラオ大空襲の情報を受けて引き返し4月2日に、サイパンへ停泊したが、再出航して4月14日に、パラオへと無事に到着した。復興船団は輸送船4隻と護衛艦6隻で4月3日に、サイパンを出航、4月10日に、横須賀へ無事に帰還した。駆逐艦。 雷は、サイパンからメレヨン島への輸送作戦のキロの4月13日に、アメリカの潜水艦ハーダーの雷撃により沈没した。また、軽巡ユーバ夕張は、パラオから、ソンソル島への輸送作戦のキロの4月27日に、アメリカの潜水艦ブルーギルの雷撃により沈没した。東松4号船団次の東松4号船団は、輸送船26隻と、 正直接護衛部隊の護衛艦10隻からなる、松輸送で最大の船団であった。船団は、第2護衛船団司令部の指揮のもと、4月1日に、東京湾を出発、8ノットの低速で、小笠原群島、火山列島の列島線西側沿いに南下した。船団は、早くからアメリカ潜水艦の接触を受け、護衛艦や直営機が、 爆雷投下を頻繁に行った。3日午後3時頃、貨物船の東西丸が、アメリカの潜水艦、ポラックの発射した、魚雷2発を受け、1時間ほどで沈没、搭載物資の弾薬と食料が失われた。同日には、貨物船は炙る丸も、アメリカの潜水艦から雷撃され、魚雷一発が命中したが、不発弾であった。東松四号船団と、 東松五号復興船団を襲ったアメリカ潜水艦トリガー。8日未明、サイパン北西洋上に差し掛かった船団は、新手のアメリカの潜水艦トリガーから発見され、トリガーの魚雷4発を撃ち込まれたが、命中弾はなかった。駆逐艦朝凪と解剖艦沖が逆に、爆雷攻撃により敵潜水艦撃沈確実を報じたが、 トリガーは各部に損傷したものの何とか逃げ延びていた。同日有刻パラオイッキ船団が分離した。なお、トリガーは、翌9日にも対戦攻撃を受けて損傷するが、作戦行動を続け、口述のように東松五号復興船団を襲撃することになった。サイパン到着目前となった船団本体であったが、9日16時過ぎに、 サイパン西方 75km 付近で、アメリカの潜水艦シーホースの攻撃を受け、ミマサカマルが、ヒカミナリシ10日に沈没。海軍軍人、軍属1069人中と船員のうち18人が、戦死し、物資1440トンが海没した。なお、シーホースは、前日に、グワム沖で松江丸などの船団を襲って輸送船2隻を、沈めていた。 結局、2隻の沈没船はあったものの、それ以外の東松4号船団の各船は、無事に、目的地に到着した。東松4号復興船団は4月14日に、編成され、輸送船8隻と護衛艦4隻で、サイパンを出港、輸送船1隻が、故障脱落した以外は23日に、東京湾へと帰還できた。 東松5号船団東松5号船団は輸送船5隻と土の栄直接護衛部隊の護衛艦4隻で編成され第3護衛船団司令部が指揮した第14師団と第35師団第1次輸送部隊という精鋭地上部隊をパラオまで送る重要任務のため輸送船はすべて優秀船で揃えられており 戦団速力14ノットという高速戦団であった。輸送船3隻は3月26日に大連で集結、第14師団の将兵が乗船する。3月28日、大連を出発。不評、第2連隊長、中川国夫大佐は、のと丸に乗船した。3月30日には、鎮海で、賃貸から来た、三池丸が合流する。4月7日、 未明、東松五号船団は、立山湾を出撃。敵機動部隊を警戒して10日から18日まで、父島で待機した後、南下を再開して24日に、パラオへ到着した。急速揚陸を終えた東松五号復興船団は、引き上げの民間人や軍人等を乗せ、4月26日に、パラオを出港した。だが、翌27日未明に、 アメリカの潜水艦トリガーの攻撃を受けた。東松4号船団を襲った時には撃退されてしまったトリガーだったが、今度は、下脚船ミ池丸、貨物船アソザン丸、ミ池丸救援中の解剖艦カサトに次々と魚雷を命中させた。東山丸にも命中していたが、不発だったという。ミ池丸は便乗者752人などが、総員退去となり、 放棄された船体は29日に沈没した。船団はパラオに引き返し、4月28から29日に、健在な輸送船2隻と護衛艦で再編成されて、出航5月4日、日本に到着した。5月5日、横浜港到着。損傷した、阿蘇山丸は30日に再出航して、ダバオに向かったが、5月1日に、 アメリカの潜水艦ブルーギルの魚雷攻撃を受けて、平来沈没した。東松6号船団東松6号船団は、輸送船18隻と、オツ直接護衛部隊の護衛艦12隻で編成され、第7護衛船団司令部が指揮した。第7護衛船団司令部では、王牢、松6号船団、袋を、東松零六船団と呼んでいる。乗船部隊は、 トラック島空襲時に海没した第52師団不評、第150連隊の補充要員などであった。東松6号船団は、船団速力8.5ノットで、4月15日に、東京湾を出発した。17日に駆逐艦うずきが通りがかった、基本船と衝突事故を起こし、基本船を沈没させるハプニングがあった。18日に、父島行きの輸送船2隻を、 不設定百合島と巨彩の護衛で分離した。船団本体は23日朝に無事にサイパンへ到着し、その他の行き先の船もすべて無事に目的地へ到着した。袋は輸送船14隻と護衛艦7隻で4月27日にサイパン出港、5月4日に東京湾に無事に到着した。南本船団の航行中、アメリカの潜水艦がジョンが 付近で行方不明となっている。4月18日に本船団援護の第901航空隊の96式陸上攻撃機が爆撃により撃沈した可能性が指摘されるほか、4月20日朝にも本船団、直江の第20号総会帝と第6号解剖艦が航空機と共同で対戦攻撃を行い効果甚大と報告している。 東松7号船団東松7号船団は主にサイパン向けの輸送船15隻と護衛艦6隻で構成され第5護衛船団司令部が指揮した。船団速力8.5ノットで4月28日朝に東京湾を出た船団は父島行きの船を途中分離しつつ進み5月6日にサイパンへ無事到着した。カロリン諸島行きの船はサイパンで輸送船。 ひとしやまと動力艇を追加した新たな船団を編成し、第12号解剖艦など3隻の護衛で、それぞれの目的地へ到着している。第128号特設輸送艦と第150号特設輸送艦は、同月13日にパラオ付近で嫌いに接触損傷をした。本船団の袋は、松輸送外の 第3503戦団の復興と合同で第4517戦団を編成し、輸送船5隻、護衛艦3隻で5月17日にサイパンを出港。護衛部隊機関である駆逐艦、あそなギを失ったものの、輸送船に被害はなく帰還した。東松8号戦団末輸送を通じて最終便となった東松8号戦団は、 絶対国防圏のようと位置づけられたサイパンに守備隊の中核となる第43師団主力を輸送する最重要船団であった。そのため本船団の運航には松輸送の中でも特別の配慮が向けられることになった。加入する輸送船3隻は船団速力12ノットを出せる高速船で揃えられ護衛部隊も輸送船より多い4隻が付き、 東松五号船団で経験を積んだ第三護衛船団司令官の鶴岡少将が指揮官に任命された。横須賀鎮守府は低速輸送船一隻を追加しようとしたが鶴岡少将らによって拒絶された。5月13日、輸送船三隻は横浜を出発し、立山湾で下泊護衛艦四隻を加え、5月14日、早朝。 東松八号船団は、立山湾を出撃した。船団は、鶴岡少将らの判断で、従来の松輸送とは異なり、小笠原諸島を離れた、陽震航路を取って、高速で南下した。陽震航路を選んだ理由は、小笠原の陸上航空部隊はレーダーをかきやかん、捜索能力に劣る上連日の作戦で、疲労していることから、航空援護を期待するより、 通常航路を外れることで敵潜水艦を回避する方が効果的であると考えたためであった。折しも悪天候に見舞われ、のトマルでは将兵が船酔いに悩まされることになった。目論見み通り敵潜水艦に遭遇することはなく、船団は5月19日に無傷でサイパンに到着した。アメリカ潜水艦の攻撃を心配していた大本営陸軍部作戦家は、 本船団の無事な到着を聞くと万歳して喜んだという。復興船団は同じ輸送船3隻を護衛艦,艦艇3隻で護衛して5月20日に出航。被害を受けることなく5月26日に横浜港に帰着した。西松2号船団を攻撃したものの自分の魚雷が命中して沈んだアメリカ潜水艦、タリビー。 西松船団は既存の一般船団に組み込む形で2便だけが運航された。文字から高尾までは、モタ船団、高尾からパラオまでは、タッパ船団としての運航になった。西松1号船団と西松2号船団のいずれも、校舎で一隻が、故障脱落して、後日到着となった他特に損害を受けずに無事に、パラオまで到着した。うち、西松号は、 パラオ入港直前の3月26日に、アメリカの潜水艦タリビーの魚雷攻撃を受けたが、発射魚雷の自爆により逆に、タリビーが沈没している。なお、西松2号船団到着から間もない3月30日と31日に、パラオ基地は、アメリカ海軍第58任務部隊による、パラオ大空襲で、停滞打撃を受けた。 西松2号船団で到着した艦船のうち、貨物船の忠広丸と駆逐艦は片け、第31号小海底も撃沈されている。貨物船の松江丸は、最終目的地のメレオン島へ別船団で向かい、無事に到着したがキロで撃沈された。5月19日再パンキの東松8号船団を、持って松輸送は予定の運行を終えた。 松輸送への加入輸送船の損害は少数で、作戦は日本側の期待を超える成功を収めた。王光松船団に加入した輸送船のべ100隻以上のうち、損失は3隻にとどまり、特に陸軍の軍隊輸送船の沈没は1隻もなかった。護衛艦の損失も2隻だけだった。この点、アメリカ海軍の巡航式戦士の執筆者である、 サミュエル・モリソンは、松輸送外の第3530戦団の例を引き、アメリカ太平洋艦隊が正解権を奪取したため、日本軍は4月以降サイパンの防備を増強できなかったと主張している。しかし、前述の数値からすれば、アメリカ軍が日本の輸送作戦を有効に妨害することができなかったのは確かと見られる。ただし、松輸送としての運行区間より、 先の最終目的地に至る区間での損失や復興省船団などキ路での船舶被害による輸送力の消耗も考慮すると完璧な成功とまでは言えないとの評価もある。松輸送の成功、中でも東松八号船団での第43師団主力の無傷での再パ到着は当時の日本陸軍上層部により絶対国防圏の守備を盤石にするものと 考えられた。東上参謀総長は、大本営での打ち合わせ席上、海軍の努力によりわずかな損失だけで、マリアナ諸島へ予定の兵力展開が終わり、サイパンは難航不落になったので安心してほしい胸の謝辞を、中沢雄軍令部第一部長らに述べるほどだった。しかし、工術のように別船団で運ばれた、後続部隊が海没してしまった上、追記資材も、 不足気味であった。完全な戦力発揮にはもう2から3ヶ月間の準備期間が必要だった。本来は1944年春に配置が終わっているべき部隊で時期的に手遅れだったのであり、本作戦の成功が6月15日からのサイパン、地上戦における日本軍の勝利に結びつくことはなかった。一方、東松五号戦団によって無事に パラオへ到着した第14師団は、アメリカ軍上陸まで約4ヶ月の準備期間があったため、ペリリューの戦いで前線することができた。なお、松輸送の終了後も、中部太平洋方面への増援部隊輸送は続けられたが、こちらは大きな損害を出す結果に終わった。5月中に第3503戦団や第43師団の後続部隊を積んだ。 第3530船団などの重要船団がサイパンに向けて出港し多数の輸送船をアメリカ潜水艦の攻撃で失っている6月に入って出港した第3606船団は機関の駆逐艦昇風が撃沈され中止となったアメリカ軍上陸4日前の6月11日にサイパン所在の残存船舶は脱出を試みたが 第4611戦団など多数が、第58任務部隊の事前空襲に捕まり、撃沈されている。松輸送の実施は、日本の海上輸送護衛全般に対しても良い影響を与えた。重要作戦輸送ということで軍令部が多大な便宜を図り、連合艦隊もこれまでになく、積極的な協力を行ったため、海上護衛総司令部は、 兵器や人材を充実することができた。海上護衛総司令部参謀だった大谷厚氏によれば、その波及効果があってこそ、非戦団などの南方資源航路での大戦団主義も軌道に乗せることができたという。松湯総用に創設された特設護衛戦団司令部の制度は、常設の参謀や直属兵力を持たず、部隊としての連帯が醸成しにくい欠点はあったものの、 その後の非戦団などでの大戦団式へも流用されることになった。松輸送では連合艦隊からの応援要員も含め多数の爆僚が護衛の現場を体験した。そこで作戦終了からすぐの6月12日に軍令部第12課主催により、東松戦団を中心に重要護送戦団の運航に携わった爆僚を集めた報告会が実施された。 日本海軍が護衛戦団爆僚を集めたこの種の研究会を実施するのは史上初めてで報告された貴重な体験資料は護衛戦団爆僚体験団的録として編集され関係各方面に配布された横須賀陳府が定めた一般戦団の命名規則による故障で1000の位の3は横須賀発トラック島行きを下3桁の 301は3月1日出港を意味する。東松2号船団を第3308船団と呼ぶ資料もある。ABC 西松2号船団でパラオキの松江丸は、木津川丸、新玉丸と別船団を組んでメレイ四時前に向かい、両船2隻は途中で、アメリカの潜水艦シーホースの来撃により、撃沈された。松江丸も、キロの四月十七日に、 パラオ東北東洋上でアメリカの潜水艦ハーダーの来撃で撃沈されている。AB モタ船団は文字発、高尾行きの頭文字、タパ船団は高尾発、パラオ行きの頭文字をそれぞれ取ったもの。これら航路ごとの故障に運航番号順の数字2桁を組み合わせて船団名が命名された。護衛船団爆料体験団的録の全文は 参考文献の防衛庁、防衛研修所戦支室完末に付録第2として収録されている。目的地到着後、3月20日に、ヤップ島、北方40海里で、アメリカの潜水艦ピクーダの雷撃で沈没した。目的地のトラック島到着後、3月30日に、トラック島北方で、アメリカの潜水艦ピクーダの雷撃で沈没。秋川丸は、 東松4号復興船団には加入せず行動したが4月27日にサイパン製法150海里でアメリカの潜水艦シーホースの来撃により沈没した第二動力艇は第五根拠地帯サイパン工作部所属で別船団から故障落語していたところ偶然に待つ6号船団と遭遇し収容された ABC 第2号長安丸 第18三陰丸、沖縄丸は、グアムからヤップに向かう戦団に加入するも、5月10日に、グアム南南西120海里付近で、アメリカの潜水艦、シルバーサイズの雷撃で撃沈された。いわゆ多郎によれば、ジョクジャカルタ丸の略称。AB ジョクジャマルと、ミヤマ丸はパラオへの物資を降り越後、セブに向かう途中でいずれも撃沈されている。 第一海上護衛隊戦時日誌は、輸送船のうち旧短艦室とを護衛艦扱いとする。ハンブルグマルは4月1日に、高尾発、4月24日、やっぷき。交換書籍公文書類や人ア歴史資料センターのウェブサイトで閲覧できる。ありがとうございます。